コフィ・キングストンのリングネームで知られるコフィ、サー・コーディエメンサーはガーナ出身のプロレスラー。アメリカの団体である WWE に所属。WWE では初のジャマイカ出身のプロレスラーという触れ込みで活動していたが現在はガーナ出身であることを公表している。2006年に WWE とディベロップメント契約を交わし株組織である DSW に所属。 以降、オベ、FCW に所属し、数多くのマイナーイベントや、ダークマッチなどにも出場していた。2007年12月には、WWE のブランドの一つ ECW に登場。2008年1月6日に、正式なデビューを果たした。WWE では、初のジャマイカ人選手として、注目を浴び、デビュー戦では、ジョバー選手相手に勝利を収めている。 その後も連勝を続けていたが、同じく ECW に所属していたシェルトン・ベンジャミンに、敗れ連勝がストップ。その後は、ベンジャミンとの交想を展開した。6月に行われた追加ドラフトの結果、RAW に移籍。同月に行われた、ナイト・オブ・チャンピオンズでは、クリス・ジェリコの保持する ICU 王座の挑戦者に抜擢され、ショーン・マイケルズの乱入もあり、王座を獲得した。 8月のサマースラムで、ミッキー・ジェームスと組サンティーノ・マレラベス・フェニックスと対戦するも敗退、ミッキーと共に王座を失った。10月のサイバー・サンデー翌日の RAW にて、CM ・パンクと、組コーティローデステッド・デピアス・ジュニアの保持する、世界タッグ王座に挑戦し、ダッシュに成功。その後12月のハウスショーで、ジョン・モリソンザ・ミズに王座を奪われた。 2009年にはノーウェイアウトで行われるエリミネーションチェンバーマッチ形式での世界ヘビー級王座戦への挑戦権を得るが PPEV の第1試合の WWE 王座戦で WWE 王座を失ったエッジに入場中に襲撃され出場枠を奪われた6月1日の RAW で MVP の保持する US 王座に挑戦しダッシュに成功 その後は、トリプルスレッドマッチやロックパック形式の王者に不利な王座戦を多く組まれるも、その度に防衛に成功している。しかし10月5日の RAW での王座戦にて、ザミに敗れ、王座陥落。その後、ブラッキングライツでのランディ・オートン・タイジョン・シナの WWE 王座戦に乱入したことや、レガシーのテッド・デビアスとコーディローですから、プレゼントされた車を壊されたことが、 きっかけとなり、オートンと抗争を開始した。11月のサバイバーシリーズでは、エリミネーション戦で、自らチームを率いて、オートン軍と戦い勝利したが、12月の TLC のシングル戦で敗北し、抗争は終了した。2010年4月26日の RAW で行われたドラフトにより、スマックダウンへ移籍。NXT シーズン2では、 マイケルマクギリカティを指導するプロとして登場していた。スマックダウンでは9位だった i c o 王座のトーナメントを勝ち抜き、新王者になるはずだったが、前王者のドリュー・マッキンタイヤに返上することになり、構想を展開。5月23日のオーバー・アッツ・ア・リミットでマッキンタイヤに勝利して i c o 王座を獲得したが、8月2日にドルフ・ジグラーに敗れ、王座を失った。 その後からジグラーと構想し何度も王座戦に挑むが、リッキー・ゲレロに邪魔をされ奪還できない時期が続いた。11月に2年ぶりに開催された、キング・オブ・ザ・リング・トーナメントでは、予選で、ジャック・スワガーを破るが、1回戦で、シェーマスに敗れた。2011年1月7日のスマックダウンで、行われたジグラーとの IC 王座戦に勝利し、王座を奪還した4月末に行われた追加ドラフトで、 RAW に移籍した。5月1日の WWE エクストリームルールズにてテーブルマッチでシェーマスを破って US 王座を獲得した。8月22日の RAW にてエヴァン・ボーンと組んでデビッド・オタンガマイケル・マクニー・リカティグミを破って WWE タッグチーム王座を獲得し直後にタッグ名をエアブーンとした。しばらくはタッグ王者として 活動を続けるが、11月頃になると、ボーンが欠場、シングルでの戦いや、サバイバーシリーズの伝統の5対5エリミネーションに、自身のみ出場。さらに、ボーンが復帰して、すぐ禁慎処分を受けたため、ハウスショーにて、プリモエピコに王座を奪われるというストーリーが、組まれた。ロイヤル・ランブル2012において、敗退しかけるが、リング外で逆立ちすることで脱落を免れた。 アールトゥルースとチームを組み、再びタッグ戦線で活動するようになる。レッスルマニア28では、12人タッグ戦に、テディロング軍として参加し、ジョン・ローリン・レティス軍と対峙するも敗退。4月30日の RAW にて、プリムエピコから、タッグチーム王座を奪取した。しかし、9月16日のナイト・オブ・チャンピオンズにて、チームヘルノーに敗れ、王座を奪われた。 その後、トゥルースとのタッグ解消がアナウンスされた。10月10日、メインイベントにて、ザミズとの IC 王座戦に勝利し、IC 王座を獲得。その後、ウェイド・バレットやダミアン・サンドーから王座を防衛し続けていたが、2012年最後の RAW でバレットに王座を奪われた。ロイヤル・ランブル2013にて、 脱落しかけるが、すでに脱落していた天才にしがみついた後、実況席の椅子を使って、リングに戻るという復活劇を見せた。レッスルマニア周辺までは、競合ヒールに対して、手痛く負けることが多かったが、採点終了2週後の RAW にて、US 王者、アントニオ・セザーロを倒し3度目の US 王者に、輝いた。しかし、エクストリームルールズで、 ザシールドのディーン・アンブローズに敗れ王座陥落。さらに、ライバックとの試合後、追撃を受け、2ヶ月ほど休場した。WWE 世界ヘビー級王座を持つオートンを、相手に勝利を収める。ロイヤル・ランブル2014では、ロイヤル・ランブルマッチに出場。脱落しかけ、一度はすでに脱落していたアレクサンダー、ルセフに抱き止められた後、彼の攻撃のために、 観客席近くの防護壁に乗せられたため脱落を免れ、その後防護壁上を走って飛ぶことで復帰、その後もロープに両足を引っ掛けることで復活、二度の復活劇を見せた。11月より、エグゼビアウッズ、ビッグ、イートゴスペルギミックであるニューデーなるユニットを結成して、PV を開始し、28日のスマークダウンに、カーティスアクセルスレーターゲーターと、 トリオマッチを行い勝利した。ニューデーの一員で活動している最中、ファンからのニューデーサックスのちゃんとに腹を立て、ニューデーはヒールターンする。これにより、コフィは初めて WWE でヒールターンした。2015年4月26日、エクストリームルールズ2015にてビッグ、イート組んで、WWE タック王座を保持するブラスリングクラブに挑戦して勝利し、 ベルトをダッシュした。2019年4月7日、レッスルマニア35で、WWE 王者のダニエル・ブライアンに挑戦。試合途中に、ブライアンのセコンドである、ローアンの介入に合うもビッグイートウッズに助けられると、蹴り合いから、トラブル・イン・パラダイスを決めて勝利。王座を体感すると同時に、黒人初のグランドスラムを達成した。ブーンドロップブーンドロップドロップキックミッドナイトアワー。 トラブルインパラダイスフィニッシャー。自身は、全身で回転力を加えながら、片足で飛び上がって、相手の頭部を蹴り上げる変形、ハイキック。カウンターでも使用する。救命、ジャマイカンバズソブンドロップ腹部へのレッグドロップ。両足を落とす。技を仕掛ける際、ブーン、ブーン、と見えを切ってから行う。ザ・ロックのピープルズエルボー同様見せ技的要素が、大きい。 ロシアンレックスウィープこの技から、ブーンドロップへとつなぐ。SOS 正面から、相手の脇へ体を潜り込ませて、足を振りかぶって、大外刈りのように相手の足を刈りながら、前方に回転して、相手を背面から叩きつける。ダイビングクロスボディドロップキックスナップ DDT、ミッドナイトアワービッグ、イートの合体。コーナー上からのダイビング式 d DT を繰り出すと、 同時に、ビッグ E が、ビッグエンディングを仕掛ける。WWEUS 王座、WWEIC 王座、WWE タッグ王座、WWE ロータッグ王座、WWEW、CM パンク W、エヴァン・ボーン W、R トゥルース W、ビッグ E& エグゼビアウッズ、2回、W、ビッグ E& エグゼビアウッズ。ありがとうございます。